昨年の冬頃にスタバで35個以上商品を注文するとスタバコラボのモレスキンがもらえるというのでスタバにたくさん通いまして、その甲斐ありましてめでたくこのモレスキンを手に入れることができました。届いたのは3月だったのですが、忙しくて開封できていませんでした。今から開封します。もらえるモレスキンは2種類あって、私がもらえたのはカイエジャーナルというタイプ、35個以上50個未満商品を買った人がもらえるというもので、50個以上だとモレスキンクラシックというもっといい厚みのあるものがもらえました。さらに85個以上買うとこのカイエジャーナルとクラシックが両方もらえました。割と頑張って入手したんですが、これメルカリで数百円で売られてるのを見てちょっとガクッとしました。これを見ていいなと思った人がいたら、2021年の4月時点であればメルカリへ行けば手に入ります。最初の印象は小さいなと思ったのですが、うちにあったモレスキンクラシックと比べたら同じくらいの大きさでした。これは2冊セットになっています。この薄さだと軽くって持ち歩くのに負担がなくて良いですね。気に入りました。2冊は両方とも同じ柄でした。裏表にするとぴったり柄が合うようになっていました。中身はこんな感じ。ポケットがついていました。もらったこれに何を書こうかなって思っていて、持っていたモレスキンを見たら、これは手島にいた時、昨年のではなくて2013年にいた時のものです。紙ってこんな風にさらっと絵が描けるところがいいところですね。ノーションに今日記のようなものを書いていますけど、紙に書くみたいに気軽に絵は入れられないので、自分しか読まないのでぐしゃぐしゃに書いてますけど、手島美術館これなかなか下手ながらもポイントを抑えていると思います。こんな感じですよね、手島美術館って。違うよって怒られるかもしれないですけど、言葉で表現するのってなかなか難しいものってありますよね。私が喋るのが苦手というのもありますが、そういうのは絵で残した方がわかりやすい。これを見ている皆さんはおそらく何が何だかわからないと思いますが、書いた私はこれを見ると、この時のことが昨日のことのように思い出せます。この時のことは動画にしているので、気になった方はそちらを見てみてください。2013年は芸術祭の最中だったので、展示も多かったんですよ。これは誤解を受けそうなので説明すると、手島に来た人が楽しく歩ける遊歩道を作ろうっていうテーマの展示で、手島に遊歩道をつけたジオラマみたいなものが展示されていたのですが、それが撮影禁止だったのです。だけどむしろ撮影 OK、 SNS 歓迎にして世の中にこのことを広めれば、もしかしたらジオラマが現実になることもあるかもしれないのになと思って書いたのです。私が撮影したかったのに許せんって思って書いたわけじゃないですよ。このようにパッと見て思い出せるのはいいな。このスタバモレスキンには良かったことがあったらこれに書くことにしましょう。良かったことをこんな風に書くと、書いている時に思い出してニヤニヤできるし、読み返した時もニヤニヤできて、良かったことを何度も繰り返すことができます。実は私が作っているこの YouTube の動画も編集していると、
旅している時のことを思い出せて、いい気分になれるから作っているというところがあります。動画にするとその時の雰囲気が再現されるのがいいところですが、紙もまたパッと見たら瞬時に思い出せるという動画とは違う良さがありますね。なかなかいいワクワクできるものを手に入れることができました。もらえて良かったです。